今日はあの最初この白と黒の、はい、お衣装でございますけども、そうですね、私も偶然ね何も考えずに、はい、タンスの中で出してきたのが白と黒だったんですけど、偶然でございました。着替えますね、本当に着替えましたね。で今回ハープを弾いていただくんですけど、はい、そこへ真ん中に椅子がございます、はい、スペシャルゲストでですね、これにあのニコというね、中国の楽器ですございますけども、モンゴルの楽器かな、このニコの奏者であります、小林弘明さんを迎えたいと思います。それでは小林弘明さん、どうぞ。どうぞ。今日はありがとうございます。これも打ち合わせてないのに仕事の方が考えたことがあります。すごいかっこいいですよね。すごいですよ。ね、いいお衣装。で今からお聴きいただくのがちょうどね100年前に作られた曲で、はい、大体その当時に、まあ、今の J-POP の基礎ができたといいますか、その当時の方々が苦労して苦労して、それまではね、民謡とか長唄、はい、浄瑠璃しかないとこを、ね、こうやって新しい五線譜に乗る歌を作ろうと苦労された先人たちの苦労があるんですけども、その中のいっぱいある中の一つでございます、はい、この曲を選んだのは、はい、このハープで一番弾きやすいということで、シンプルな曲、シンプルなんですけど心に響くという、はい、皆様ご存知のこの曲でございます。夕焼け小焼けの赤とございます。それでは青木さん、またお着替えでございます。